保健室にて。失礼します。どうしたんですか？怪我ですか？それとも具合が悪いんですか？いえ、今貧血なんです。貧血ですか？でしたら鉄分補給を。貧血じゃなくて貧血です。今お金がないんです。なるほど、お金に困っているんですね。はい、今月本当にお金が厳しくて、昼飯もパンツがまともに買えない状況なんですよ。それは気の毒ですね。ですので先生、この僕にお金を貸していただけないでしょうか？あの、急にそんなこと言われましても、ここ保健室ですよ。お願いします。本当にお金がないと今月やっていけないんです。せめて1000円だけでも構いませんので。わかりました。では特別に1000円お貸ししますので、後でちゃんと返してくださいね。ありがとうございます。あなたこそが命の恩人です。これでなんとか乗り切れそうです。不気味、大層救い台のもの借りに来る子、初めて見たわ。